2012年の4月23日、京都府亀岡市の通学路で、集団登校をしていた小学生らの列に車が突っ込み、児童2人が死亡。さらに、長女の登校に付き添っていた妊婦の女性とお腹の中の赤ちゃんも犠牲になりました。車を運転していた少年は無免許で居眠り状態でした。社会に大きな衝撃を与えたこの事故は、悪質運転の罰則強化のきっかけにもなりました。